皆さんこんにちは。ここは阪神電車の甲子園球場、甲子園駅です。こんな感じで今9300が止まってるわけですが、この回送電車に後々乗っていくことになります。では何に乗っていくのか、今回はそんな動画が目的でございます。ちょうど左側に入線してきたこちらの阪神電車8000系直通特急阪神梅田駅に乗ってみようと思います。こちらのオレンジ色のカラーの阪神電車8000系に乗車しまして、この甲子園駅を後にしていきます。向かい側には先ほど来た回送電車が止まっていますね。この後回送電車に乗ることになります。甲子園駅をしばらくして次は尼崎に止まります。尼崎の次は大阪梅田、甲子園からは2駅目ということになります。まもなく尼崎に到着。右側には各駅停車などに使われる5700系の、あれ半分しかないな。まあそんな感じで車両所がたくさんありますよね。尼崎を出て進行方向右側にずっと上がっていく線路なども見えますが、その線路がこの大餅駅を抜けまして、ここで分かれることになります。こちらが阪神難波線、大阪難波、そして奈良方面へ向かいます。ちょうど大阪梅田に到着しました。ここはちょっと端折りましたよね。で阪神電車の大阪梅田駅ここまで来たんですけども、今日は甲子園球場は完売らしいです。16時30分発特急スマウラ公園駅までしか出てませんが、この後に多分臨時特急の甲子園駅があるはずです。まだかな、ちょっと分かんないですけど。というわけで16時37分発臨時特急甲子園駅が1番線に現れました。まあ、この切符なんでね、何回で入りしても多分大丈夫なんですけど、てか大丈夫なんですけど、早速その一番乗り場の電車を見に行こうと思います。今1番線にいるんですが、右側の奥が2番線、特急とかが発車するホームです。直通特急もそうです。この1番線から甲子園方面への臨時特急が来ることになってます。16時37分47分ということで10分おきに来ますね。16時37分発の臨時特急甲子園駅です。大阪梅田駅1番線に臨時特急電車が入線してきました。車両は先ほど甲子園駅で見た9300系です。この車両に阪神ファンや広島ファンなどを乗せて甲子園へ向かいます。今回の動画はこの甲子園行きの臨時特急の動画でございますが、この甲子園行きの臨時特急かなり長い歴史があるようです。そしてこの電車はこの大阪梅田を出ると次は臨時特急ですので終着に止まるそうです。大阪梅田を出ますと次は終着甲子園です。大阪梅田を出ますと次は終着の甲子園です。放送が聞こえたかと思いますが、次は終着の甲子園ですというふうに案内をしていました。この電車なんと13駅そのまま連続で通過していき、次は甲子園駅まで止まらないということです。列車は左側の扉を閉めまして、16時37分定刻で臨時特急甲子園行きは大阪梅田駅1番線を発車していきます。その後にも直通特急が3分後ぐらいですね、発車することが分かっていますが、この直通特急よりも一駅停車駅が少ないわけです。本日は野球の試合で、甲子園はナイター18時からの試合です。18時から阪神対広島カープというわけで、阪神タイガースと広島の試合が本日は行われるわけですが、それに向けてたくさんの野球ファンの方々が乗っておられました。列車はまもなく福島駅を通過したところです。このように見てみると臨時特急というふうに表示されておりまして、停車駅次は甲子園ですと書いてありますよね。ちょっと見えにくいですが非常に面白いです。しばらく走りまして野田駅に到着です。到着ではありません、通過です。大阪梅田から2駅目ですぐに退避可能な駅となっております。ここでは急行と各駅停車が通過待ちを行ったりというのを見ることができますよね。この臨時特急は通常の列車のダイヤの間に阪神ファン、また野球ファンの人たちを輸送するために設けられていますから、
間を縫うように走るため、普通電車に詰まるように走っていくことになります。淀川駅に今普通電車が止まっているそうですが、ちょうど今淀川駅を通過しているところです。速度はだいたい30キロから40キロ程度。淀川というのは本当に駅の名前の通り、すぐ横に淀川という川があります。こちらを渡ると大阪府から兵庫県に入ります。この淀川は滋賀県大津の琵琶湖から注ぎまして、瀬田川、宇治川と経由しまして、この淀川に注いでいます。もうすぐ淀川の花火大会なんかが行われますよね。そんな時にはきっと大勢の方がこの辺で見るんじゃないでしょうか。ちょっとわからないですけどね。この淀川には JR であったり新幹線であったり、いろんな列車、鉄道路線が通っている、そんな川になります。見えてきた駅、こちらは姫島駅でございます。まだまだ低速で列車は走っておりますが、次の千舟駅でしょうか。その駅で待機可能な駅構造、2面4線となっているため、前を走っていたこの各駅停車を追い越して、ここからスピードアップを図ります。先ほどのゆっくりなスピードとは大違い、音がかなりジョイント音が速く聞こえると思いますが、またまた少しずつゆっくりになってきます。ここは杭瀬駅という駅でございます。阪神電車はカーブ式会社というふうにも言われるような異名を持つんですが、その名の通りカーブが大変多く、このようにただいま大物駅に到着するわけですが、たくさんのカーブの中、この直通特急列車などが駆け抜けていくわけです。この大物駅からは列車阪神難波線と一緒の線路を走りまして、こちらは二重高速区間というふうにも呼ばれるようですね。左側には阪神電車の尼崎の車庫を見ることができます。臨時列車の列車などはこの車両はこの尼崎車庫などから出ていることが多いようです。他に甲子園駅から約20キロほど西にある石屋川車庫という場所からも列車は出ているわけですが、西宮駅に甲子園駅のほど近い西宮駅という駅に1本だけ車両を留置させてというような、そういう使い方もしているようです。とにかく甲子園駅のこの臨時特急の扱い方はとても面白いわけですね。本当は行きじゃなくて帰りの臨時特急の方が面白いんですが、夜が遅いというのと、もっと混雑が予想されますのでやめておきます。そして右側左側とホームがありますが、こちらが尼崎駅です。尼崎駅というのは通常直通特急、快速急行なども全て停車する駅なんですが、唯一この臨時特急だけは通過していくことになります。この尼崎駅を通過するというのはこの臨時特急でしか見ることができません。というのもこの尼崎駅で乗り降りをさせてしまうと、後ろから来る直通特急の詰まる原因にもなるというのがあるからでしょうか。そして右側には甲子園にふさわしい列車がやってきました。阪神8線系をラッピングした甲子園のラッピングになっております。ここからは快速急行などのいろいろな列車が走ることになります。急行電車は尼崎までというふうに思いますが、他にもいろんな快速急行であったり難波方面に向かう普通電車も一部走るようです。列車またまた詰まっているようですね。前に普通電車がいるんですが、普通電車は次の尼崎センタープール前駅に止まっているようです。左側には阪神電車5000系、こちらが先ほど見た尼崎センタープール前駅。ここで普通電車を追い抜かすことで、もうあとは速度を上々に上げていくことになります。阪神電車は待たずに乗れる阪神電車というような、そんな名前も言われておりますが、さすがは阪神電車、たった2本の線路でたくさんの複数の列車をさばいていきます。関東の列車ほど10両8両というのはないですが、阪神電車はこの6両編成最大、快速急行などは8両編成が最大という制約の中で、たくさんの人を輸送するために編成の両数が少なければ増やしてしまえばいいというふうに考えているわけです。終着甲子園球場内です。まもなく甲子園駅に到着です。阪神電車をご利用いただきましてありがとうございました。阪神甲子園球場甲子園駅に到着ですということです。本当は帰りの時間帯にも見てみたかったんですが、残念ながらちょっとそういう時間はありませんでした。ですが野球の開催される日はだいたいこの列車が3本ぐらい出ていますので、それを見るととっても面白いですよ。左側にホームがありまして、こちらのホームは校舎用ホーム、4人ぐらいの係員さんがいますが、その係員さんがお客さんを誘導していきます。左側にはとってもとっても大きな改札口がありまして、球場ファン
たちを、丁寧にこの安全にですね球場の方まで誘導するためにこのように特殊なホーム構造となっております。右側からは直通特急に乗り換えることができ、また左側には、球場の方に向かうお客さんを全員乗せることができるわけです。反対側の扉が先に開きましたね。続いてこちら側もドアが開きます。というわけでここ甲子園駅までやってまいりました。こうやって見てみると幕が回ってますね。階層から階層になりました。面白いですね。というわけでこんな感じで9300系という電車、阪神電車の9300系を使って、大阪梅田からこの阪神甲子園球場前、甲子園駅までやってまいりました。この3番線4番線のうち4番線には基本臨時特急が止まる駅としてホームとして使われていて、この後こちら方面からやってくる直通特急が来るんですが、この直通特急からやってきたお客さんを、向こうのホーム側にですねあります甲子園球場方面の出口があるんですけど、そっち方面の出口へと誘導するべくこの回送電車はただのホームの一部として通り道になります。それだけお見せしてから今回の動画終わろうと思います。非常に面白いですよね。基本尼崎駅というのは快速急行であっても絶対に停車するような駅なんですが、この臨時の甲子園、甲子園行きの、臨時特急だけはこのように通過していくというわけですね。そしてちょうどやってきたのはこちら側直通特急です。ヘッドマークがついていますが、このヘッドマークは山陽姫路から、明石までですね開業してから100周年経ちました。こんな感じです。そして球場に行く方はどのように行くかと見ていきますと、こんな感じで人の流れを見ていくと、この下のエスカレーターを降りていくというような感じではなく、皆さんずっとこの向かい側の回送電車の車両を通り抜けて、球場の出口へ、球場の入り口方面へと行くというわけです。すごいですよね。こんな感じで甲子園球場の着さばきというのはこんな感じで行われているわけです。田園都市線の朝ラッシュよりもひどい、お客さんの数だと僕は思ってるんですけども、この時間に合わせていろんな人たちが来るわけなんですよね。というわけでこの左側の直通特急電車は早々に出発していくわけです。こちらは梅田をこの臨時特急の大体5分後ぐらいかなに出発してると思います。山陽電車、僕の地元でもあります東二見駅なんかがありますが、山陽電車100周年のヘッドマークラッピングされて今出発していきました。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。この回送電車というのは臨時特急として大阪梅田から甲子園まで走ってきたんです。ここからはですね石屋川車庫と呼ばれるような車庫までずっと回送されていくと思われます。ご視聴ありがとうございました。今日は甲子園球場を輸送します、阪神ファンを輸送するための、甲子園のね臨時特急というのを見てまいりました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。